紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前96年に執政官を務めた。ロンギヌスはプレブスであるカシウス氏族の出身。共和制初期にカシウス氏族から執政官が出ているが、これらはパトリキ系である。プレブス系、カシウス氏族が歴史に登場するのは第一次ポエニ戦争の頃で、その後共和制後期になると、氏族の中から重要な公職に就任する者が出てきた。紀元前171年の執政官、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスが氏族としては最初の執政官であり、ロンギヌスというコグノーメンが確認できる最初の人物でもある。カピトリヌスのファスティによると、ロンギヌスの父のプラエノーメンはルキウス、祖父は不明である。歴史学者 G ・サムナーは、紀元前127年の執政官、ルキウス・カッシウス・ロンギヌス・ラウィルッタを父、また、紀元前107年の執政官、ルキウス・カッシウス・ロンギヌスを兄と考えている。ロンギヌスがその政治歴を造幣官として開始したのは分かっている。しかしその時期に関しては議論があり、紀元前126年、紀元前109年、紀元前104年、あるいは紀元前124年から紀元前103年の間、紀元前119年から紀元前110年の間といった説がある。ロンギヌスは表面に女神ローマの横顔、投票用の壺、涙型のイヤリング、裏面にクアドリガに乗る自由の女神を刻んだデナリウス金貨を鋳造している。その後5民間に立候補するが落選する。しかし、この落選は彼の政治歴に大きな影響を与えず、遅くとも紀元前99年にはプラエトルに就任したはずである。紀元前96年には執政官に就任、同僚執政官はやはりプレブスのグナイウスとミティウス・アヘノバルブスであった。ロンギヌスとアヘノバルブスの執政官としての実績に関しては実質的に何も残っていない。紀元前90年代は一般的にローマ史における暗黒時代と考えられている。執政官の名前だけが、カピトリヌスのファスティ、イースタークロニクル、イダティウスのクロニクル、カッシオドルスに残されている。2世紀の歴史家、グラニウス・リティニアヌスは、ローマ内戦に関して、ガイウス・カッシウスという人物に触れている。前執政官、グナイウス・ポンペイウス・ストラボがマリウス派の軍からローマを防衛していたが、この時、ストラボは重病に陥る。元老院は病気のストラボに代わって、ガイウス・カッシウスに軍の指揮を委ねたが、この人物はロンギヌスであると推定される。ありがとうございます。